岡野診療院の岡野です、えー、新型のコロナウイルスが、えー、最近は結構話題になってますけれども、えー、この報道が出てです、ね、からこうマスクがです、ね、バカ売れしてて、えー、どこもかしこもマスクがです、ね、売り切れ状態っていう話がありますよねじゃあ何でこのコロナウイルスにかかりたくないなという感染の不安があるから、えー、マスクが売れるのかというのをちょっと考えてみたいなと思います。 えー、マスクすれば感染の予防になるというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけれども実は、えー、このウイルス感染に関してマスクっていうのは予防効果っていうのは、えー、ないというふうにいろんな研究では、えー、明らかになってるんですよね。で、まああのー、大体ウイルス感染の予防になるものっていうのは、えー、手洗いですよね手を洗うっていうこととかあとはあのアルコール消毒ですね。 そういうのが、えー、一番効果が高いというふうに言われてるんですけれどもまたドアノブとかですねそういうところも取っ手のところとかあのエレベーターのボタンのところとかでこうウイルスのついてるところ触っちゃってそれで、えー、それを口とか手とか、えー、顔とかを触ってしまって感染してしまうっていうことが、えー、ほとんどだということなんですよね。 じゃあなんでそれにもかかわらずマスクが売れてるのかということなんですけどもまあ、この複装数の平面図を使ってちょっとこうえと説明していきたいなというふうに思いますまあ、まずですね、えー、ウイルスの感染の危険性っていうのを客観的に見るとこの辺というふうにしますよねで、えー、今のこのウイルスに感染するんじゃないかなっていう自分の感情っていうのはこのあたりと 合わせるとこの辺りに自分がいるというふうに考えていただければなというふうに思うんですね一応アルファとしましょうかで、えー、通勤の時とかにですね電車満員電車とかで乗りますよねで満員電車に乗るとやっぱりこう濃厚接触というふうな感じで、えー、ウイルスの、えー 持っている人がその中にいたとするとその人がくしゃみしたりとか咳とかするわけですよねそうするとこう感染するリスクっていうのは絶対上がるわけなんでそういう不安っていうのは必ずあってしかも危険性っていうのもあるとで、えー、そういう場合マスクをするかしないかっていうのはここには関係ないんですよね危険性が危険があるところが安全に向かうってことは、えー、ないと いうことなんですけれどもじゃあ何でするのかっていうと逆ここですねこのの不安な気持ちってていうのを少し押し押上げてくれるとやっぱりマスクとか何にもなしで、えー、そういうウイルス感染のリスクがあるような、えー、満員のところに行くのとマスクをして行くのだとかなり気持ち的には違いますよね。でですんで マスクをした状態で満員電車に乗ったりとか人混みに行くっていう方がしないでいくよりもこれだけの差が出てくるというふうに考察できるわけですね。ですので自分の安心をですね、えー、得るためにマスクをするとそういうふうな気持ちの人たちがたくさんいるんでマスクが売れているということが言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。 こういうのって結構いり他の場面でもあるかなと思うんですよね。例えば、えー、と健康診断で、えー、再検査の通知を受けましたと。でもしかしたらこれはですねがん、えー、になるがんだっていうが、えー、再検査をしてもしそのテストが陽性だとするとがんであるとか確定してしまう可能性があるという場合がありますよね。そう。今現状は えー、病気でも何でもない状況なんだけれども、えー、健康診断で再検査を受けましたとの通知を受けたってことはもしかしたらここはがんの位置がんができてますよっていう位置だとするとですね再検査をするとこういう状況に危険性がここで確定してしまうというふうに、えー、考えるともしここに確定しま,しまった場合自分が例えばその再 再検査の健康診断の再検査の通知を受けた状況の不安度はこの辺だったとしますよね。で再検査を受けて陰性だった場合はほっとするわけですよまた元の道に戻るわけなんですね。でも逆にこの再検査の通知を受けて、えー、本当にこのがんだったというふうに、えー 確定されてしまうとこの不安な気持ちがより一層不安なところに行ってしまうわけですよね落ちてしまうわけなんですよ自分の不安がより一層不安が増してしまう状況になるということでだからこう検査は受けないっていう選択をする方も、えー、いらっしゃるんじゃないかなという風うに思うんですよねそれっていうのは何でかっていうと自分は今不安なんですよでもしその再検査の答えが陰性であれば えー、また安心な方に戻るはずなのに、えー、なぜか不安な方にならないようにというですね、風に、えー、な選択肢を、えー、取りがちになってしまうという人間の心理っていうのがあるかなというふうに思うんですよね。この図で見てみると、えー、すごくわかりやすいかなというふうに思うんですね、えー。事実として、えー、この横軸っていうのは客観的なデータとか。 科学的ななエビデンスに基づく評価が横軸なわけですよね。で、縦が、えー、自分の主観とか感情とか、えー、内面を表すところで他の人たちからはそれは分からないわけなんですけれどもこういう図で見てみるとこの自分が不安になるか、えー、安心を得られるかっていうところで。 物事を判断するところっていうのは実は決まっててこの危険か安全かっていうですね客観的な事実っていうのはその二の次になってしまってるっていう状況がこういうえコロナウイルスの報道は加熱してくるとマスクが売れまくるということが言えるんじゃないかなというふうに思います。ま中国からの観光客の方が爆買いしているっていう話もあるんですけどもそれは実際どうなのかっていうのは。 わわ、えー、からないわけないけんですよねただ少なくとも日本人の方が不安に感じて買いに行ってみたらもう売り切れてたという話っていうのは多々ありますのでそういう意味ではですね、えー、日本、えー、そういうこういうような心理っていうのが、えー、働いてるんじゃないかなというふうに思いをしましたのでこちらの動画を作らせていただきました。ですんですの、えー、気をつけていいたただきたいのは 今のですねこういうウイルス感染の、えー、報道ですねこの報道を受けて自分の感情を揺さぶるためにやってる部分っていうのは、えー、マスメディアの中でではおそらくあると思うんですよねこういうふうに不安を煽ればあるほどこの不安を安心にさせようと安心させようっていう、えー、バイアスを察知してですね、えー、いろんなものを売りつけようとしたりとかそういうふうな 形でで、えー、いろんなマスコミのの報道っていうのはですね、えー、作られていく傾向がありますので、えー、モラルライセンシング効果っていうんですかねそういうのを利用してやっていくところがありますので、えー、気をつけていただければなというふうに思います特にこの時期のこのコロナウイルスに関する、えー、報道に関しては気をつけていただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。